違うスポーツをして対決するとか、もうなんかおもろいっちゃおもろいと思う。違う？緊急企画、選手考案 YouTube 会議。今回、集まっていただいたのは他ならぬ YouTube の件で、皆さんに集まっていただきました。突然ですが西尾選手、はい、現在のセレッソ大阪の YouTube 登録者数何人いると思いますか？10万ぐらい。おお、いや、それぐらいいてくれたらとても嬉しいんですけど、今ですね、現在セレッソ大阪は3万1400人と、クラブチームでいうと11番目の登録者数になってます。オーマイガー、どうですか、この現状、この数字を見ると牧選手、少ないですね。岡崎選手どう思いますか？このいや、少ないですね、うん、やっぱりこうもっとファンの方に見てもらいたい、もっと良くしたいと、我々も思ってます。なんで今日行うのはですね、皆さんに YouTube のコンテンツのアイデアを複数検討いただきたいなと思ってます。でもし4つぐらい出ればですね、視聴者に投票を通して、一番多く選ばれたものを実際にコンテンツ化すると、これ面白いなっていうコンテンツをいろいろ案を出してほしいなと思ってます。それでは早速ですけど、進行役を牧選手、まとめ役を西尾選手、はい、で、まあ、あのホワイトボードにアイデアを記載していくと、初期をですね、岡澤選手に、やってもらいながら、ぜひじゃあスタートお願いします。お願いします。やっぱ今流行ってるのはそのあれでしょ、あのイングランド式のシュートのやつでしょ。いや、多分めちゃめちゃ面白いと思うし、いいんやけど、あとはもう守備の俺とか、まあ、キーパーもそれは目立ってるし、でも守備の人たちはそれはできひんから、多分ほぼ、まあ、できるけど、みんなそれもおもろいじゃない。逆に、ね、ないそれも意外と、ああ確かに、みんな見たいかもしれない、うん、シュート。それ一回、じゃあ将棋、はいはいはい、将棋くん書いてよ、イングランド式行こう。ポジション別イングランド式。俺らがシュートするんやったら、そのなんか俺らヘディングシュートとか得意やん。じゃあ逆に、じゃあそのミッドフィルダーとかあんまりしやんやん。で逆にそれもヘディングシュート、普通のシュートもやし、ヘディングシュートも対決みたいな。ポジションごとにもう、じゃあバトルみたいな。そうそうそう、やればいい、ね、バトル式面白いからね。うん、やっぱ対決はいいんじゃない、対決いいね、やりやすいし。これ以上これで終わりでいいです。終わりじゃないです、終わりじゃないです、完璧だと思うんですけど。もっとこう、ちなみに山田選手から来ている回答は、仲良し組3人のトーク企画だったり、あとはサッカーゲーム対決。あ、ゲーム、ゲーム、ゲームプレステとかね、こうめちゃくちゃいいじゃないですか、山田選手。山田あいつ結構あの意外とちゃんと考えてた。ちょっと責任感じてる。舐めてた。確かにゲームいいよ。書きます。ゲーム、あ、だからゲーム対決。サッカーゲーム。逆にやで。俺らがその違うスポーツをして対決するとか、なんかおもろいっちゃおもろいと思う。野球とか、まあ確かに、そう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 。まあここでできるかっていう話やけど。まあでも、まあなんとか。なんとかいけるんじゃん。まあでもやれそうじゃ、やれそう。あれなんか、こう転がして蹴るやつ。キックベース。キックベース。キックベース試合するもん。こう年齢別に線かけるし、ガチやん。かけて練習終わりに死んでる。みんなきついな。いや無理や、連戦、この連戦の中でその時間は取れへん。やっぱそういうところ、なんかそこも考えなあかんからね。そうやね。だからちょっとこうキックベースはやっぱ1試合試合なんやばいから、だからそのもう少しこう端的にできるようなスポーツ、うん、なんかこうそれこそそれの延長線上でこう、あのバケツあるやん、あのやったやん俺一回、バケツの、あ、なんかバケツ入れるやつ、ヘディングしながら、うん、だからそれをもう長距離でこうあのゴールからゴールぐらいに置いてバーン蹴って、それをこうワンタッチこうつないでいくみたいな、めちゃめちゃむずいけど一列になって、そう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 、そういう系の方が伸びるかもしれん。あとそのシュート対決以外にできるものとしたら、キックターゲット的な、キックターゲット面白そうやけど、その書き方が分からんね。そうそう、まあバケツバケツで一旦買い取って、あ、でもドッキリはまあ数は出るな。ね、ドッキリじゃん。ドッキリ、ドッキリはこうか。でも何のドッキリをするのもまあまあまあおいおい。
逆にそのあんまこの組み合わせ見ない組み合わせで喋らせるとかもありやと思う。だからもう例えば後世と一番のベテランとか山下さんとかいいね、やっとし、いや2人はちゃうさすがに、うん、やけどこうなんかまああんまり見ないな、そうそうそう、混ざるような感じではないメンバーで喋ったりとかっていうのもありやと思うし、大喜利したいな。じゃあ大喜利、大喜利マスクだけやりたい確かに誰もしたくないな。バリ単純な企画とかでもいいかもしれない、うん、シンプルもいいかもしれないですね。なんか別にでも YouTuber っぽいことしすぎてもなんじゃないかなって思うけど、うん、難しい。だからそれこそ何々をとかじゃなくて選手のクイズを選手が答えるみたいな。だからマック君と俺で普通にクイズコーナーして、だから問題でこう誰々選手の好きな食べ物は何でしょうみたいな感じのやつを答えていってみたいな、うん、言うても答え出てみたいな。そこでもまあなんか何かしら会話はできる。いやなんかそんなん好きなんかあいつみたいな、うん、みたいな感じで、まあクイズ的な感じは、まあ2人じゃなくてもそれも何人かでやってみたいな。クイズも過去が下でかっこいい。まあでもサッカーゲームめっちゃいいと思うな俺、うん、それこそ野球ゲームとかでもいい気もする。まあ確かにまあ、野球はさ、できひんから、そう普通になんかもうこうシンプルに、あのなんかここでできるやつ、でっかい画面でやりたいわ俺。おもろそう、マリカとマリオカードしたいっす。いや、面白そうな、シンプルにやりたくない、みんな誰かと。何で上でそんな興奮してんの影で悪かったな、ゲームいいやん。でもトーク、だからセレトーク的なのは多分めっちゃいいと思うけどな。だけどやっぱその中の内容が結構重要にはなってくるけど、うん、もうそこは用意してくれるよ多分用意してます何々の説とかな。もうこれ多分説とか出したら後々また多分いろんなコメントでこの次こんな説やってほしいですって出るでしょ、うん、確かに説おもろいやん。そうそうそう。でもまあ俺らが今これ考えやんくてもう多分見たい側が勝手に言ってくれるから、ね、そう、それをどんどん取り入れていく、そう、視聴者の説をするコーナーみたいな感じで、はい、丸丸説がずっと続いてくる、それで、そうそう、うん、それでいいじゃん、完璧だよそれ。じゃあ、丸丸説、何々説、何々説のコーナーでみたいな。でこんなもんじゃないですか。この4つでとりあえず。うんうんうん、わかりました。じゃあ、4つ、まずイングランド式シュート対決とゲーム対決、サッカーゲームとか野球ゲームとかそういうことですね。そうですね、はい、でバケツ入れが、ロングリフティングした後にそのボールをいかにバケツに入れるかっていうゲームですね、はい、で最後が〇〇説コーナーということで、じゃあその4つを、投票して選ばれたものをコンテンツ化できればと思います、はい。じゃあまたこの投票後に決まったコンテンツを皆さんにお伝えしますので、またその際もご協力お願いします。はい、はいはい、じゃあ最後に締めをお願いします。締め、もしこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ違う？A sustainable future. Yanmar